越えのパー5。左左。これも綺麗なホールだな。ナイスショー、最後決めましたね。いたまいたま。あ、もうい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 。あ、ラフいっちゃう。やめて。ちょっと飛びすぎた。転がりすぎちゃった。いいです。クッション。クッション。オッケー。3打目は結構ですよね。本当に。3打目は難しいと思うんで、まあレイアップして、はい、3打目で120ぐらいかなぐらいをどんだけ寄せるかっていうとこが、はい、今日のね、30台で回るのか。はい。はい。計算してもしょうがないけど、まあ一台一台をね、はい、集中して、うん。どういうふうに考えるんですか、18ホールは何回あるのか。一ホール一ホールこう計算していくのか、まあよく3ホールピッチで考えていくとか。うん、3ホールで考えて。3ホールピッチで。3ホールで1オーバーしていけばいいなみたいな。うん、気持ちは。うん、最初にレッドウェイもボギーボギーボギーできたら、あ、今日も80台回れたらいいな。池って結構広いんですか。今奥があります、意外と幅が、幅じゃない、奥行き。グリーンも小さい。何ヤード打ちましょう。120以内でしょ。9番。あ、ちょっともういい、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 もういいよ。大丈夫、大丈夫、もういいよ。届きません。もういいよ、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 もういいって。もういいって、お願い。全然止まらない。危ないよ。もう、ちょっとドキドキですよ。危ない。これ8番だったら絶対入ってますよ。いや、トップは一緒だった。結果オーライ、結果。意外と入っちゃいますからね。結果オーライ。ポジション的にはね。そうそうそう、いいです。ナイスミス。どうですか、谷さんに9ホールも見てもらって。贅沢ですよね。私なんか。いろいろやっぱあんまりこうラウンドで、うん、先生とかやっぱ見てもらうことってないんで、うん、さっきのやっぱティーショットもわざと狭いところから見て、うん、狭い、あ、狭って感じて、うん、でちゃんとボールの位置に立って、あ、ちょっと広く感じるっていう、 わざとそういう風にさせるとか考えたことなかったんで、そうなると気持ちよく打てますよね、うん、あー、なるほど。プレイヤーと一緒に回るってこともよく知ってるんだろうね。ね、うん、その教えるだけじゃなくてね、うん、そう、なるほどなぁ、うん、マネジメント86、はい、これはもうあれですよね、ちょっと心臓との戦いです、ね、状況が良ければいいほど慎重になりすぎて逆に緊張しちゃう場合がありますけど、風入れてくださいよ。うん、もうレベル1、2ぐらいで5、まあ、5、この間距離だったら 6、7ぐらいはフォローしますよ。乗ってきますよ、風に。では1個ワンサイドいいですか。それでいくつ飛ぶですか。85。で、次の下のあれだった3が70。うわー、中途半端だな。そうなんですよね。これで3クォーターとかって言って得意です。あ、全然やります。あ、じゃあそれいきましょう。それ普通ぴったり、それで。もうちょ勝て、弱い。あれ惜しかった。これあれなんですか、今ちょっと初めて見たスイングだったんですけど、スリークォーターにした場合はちょっとカットに打つんですか。あ、でも私ピッチングまでは基本ちょっとオープンに振る、うん、なんかあんまり思いっきり振るスイングってない。うーん、それはどうしてですか。なんかこのが安定する。左足ちょっと押しといて。ごめんなさい、それちょっとすごい方に言われたかもしれないけど、ちょっとそれも忘れていきましょう、はい、急に球種変わっちゃって動きがあんまりバラバラになっちゃうから、うん、ちょっと金庫にしまっておきます。金庫金庫。
例えばアプローチをすごいこうカットに打ってって、うん、カットっていうかまあちょっとフェードっぽく打ってくっていうんだけど言ってたんですけど、うん、そんなでもないんですよ、うんうん、でなんか今のだけ急に結構左向いて多分、ねうんうん、見たと分かると思うんですけどバンカーの方向いて、うん、それで上からスッとこうぶつけてってこすらしてくんで、うん、なんかああいうミスになっちゃいます、はい、ありますね、うん、なんかもっとこう前にちゃんとまっすぐ球に乗ってる時間を長くした方が距離感とインパクトゾーン長くなるから方向性が良くなるんでそれをちょっと練習したいなって今ちょっと最後のショットで一つ増えました。やらなきゃいけない。ただ完璧なとこにレイアップ。よし、これは寄せやすい。いや、いいんじゃないですか。うまいです、うまいです。アイスでしょ。ちょっと薄かったけど、でも、なんていうんだろうな。ちょっと薄いけど、すごいマトップというよりは、ちょっと薄めにボールだけ綺麗にクリーンに打ったって感じ。いつもはもうちょっと芝を一緒に、ボールとほぼ同じタイミングぐらいで芝を取っていくんだけど、うんうん、今のは本当綺麗に球だけ取ったからトップっぽい感じ。うんはいはい、よし。ナイスパー。ナイスパー。イエーイ。ナイス。30台38。嘘だ。プラ2じゃないですか。プラ3か。プラ3。ガチでやってる。素晴らしい。びっくりした。30台。70代の女だ。あだこだ。ごめんなさい。ピッチングさえコーチがついて。いやそんな。うまいうまいうまい。すごいすごいですよ。ガチでやってるんですよ。イエーイ。なんか撮り直しとか意外とやってるのかな。全然やんないです。ないです。じゃあ今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、はい、もうやっぱラウンドにこう一緒にやっぱ出てもらえると新しい発見がいっぱいあって結構ちょっと今容量オーバーになってますけど、あとちょっとこの動画見てもう一回まとめ直そうと。はい、はい、ありがとうございました。どうでもいいです、はい、まあ、正直とりあえずまずは30代本当おめでとうございます。途中でねもうちょっとこうやった方がいいですよっていうショット、うん、2回目とか3回目のショットありましたけれど、うんはい、全部本気を使ってね普通に本当にいい30代じゃないかなというふうに思いますし、うん、危なっかしいのもそんなないんですよね、はい、で、グリーン外した時っていうのを考えてた時に、はい、なんか、まあ、ちょっとラッキーなのもあったけれど、はい、基本的にはほとんどが外していいところ、外さなければいけないところに外していた、うん、でそこから振り返っていった時に、まあ、1番もそうだし2番もそうだし5番と、うん、あと、その最後の8番もそうだし、うん、ここもそうですね。全部が全部基本的には、20ヤード以内ぐらいのアプローチなんですよ、うん、一番短くて14か5だったかな、うんうん、一番長くて24、1番ホールがそうでしたね、1番ホールが、はい、ぐらいの距離の中なんですよ全部。だから言い方変えますと、やっぱ30ヤード以内を極論でいくと、まずは2ヤードピッチぐらいでキャリーで打つ練習をしていかなければいけないかなっていうところ、はい、そうするとやっぱ2メーター以内に寄ってる確率が増えてくるんで、2メーターのパターをと練習しとけばかなりの確率で寄せ1が取れてくる。でショットが調子悪くてもそこでやっぱ拾えてくるっていうと、やっぱ悪くても、まあ、90を打たなくなってくるんで、まあ、その辺でだいぶ大事だと思うんですよ、はい、でショットが調子いいともっとスコアが良くなっていくみたいになっていくと思うんで、だそこはまずベースかなってところで、あとごめんなさい、スイング的に考えていくと、さっき8番ホールの右のちょっと OB ギリギリだったやつあったじゃないですか、はい、あれが、いきなりね、まずスイング終わってから言おうと思ってたんですけど、クラブヘッドが、3つから4つ分ぐらいちょっと大きくなったんです。突然なんだかわからないけど、うん、で、そこから、切り返しからちょっとクラブが腕の振り遅れが来て、手元がちょっと前に出てフェース開いてって右にポンって抜けてった。ヒールのスライス目に当たってたやつはちょっと大きめです、スイングが、はいはいはい、で最後のホール良かったじゃないですか、はいはい、で良かったやつ、捕まりの良かったホールとかっていうのはナイスショーってドライバーで言ったやつは基本的には、うん、画像見ていただくと分かるけど、トップが練習場と同じ感じのちょうどいい綺麗なレードオフからちょっと入ったぐらい の、はい、トップオブスイングになってるんで、はい、あそこで収めてれば結構綺麗なドローがかかるかな。ただ同じトップでも切り返しから力むと1番ホールみたいに引っ掛けが出るかなっていうところなんで、はい、ショットはそこをまとめていくといいかなっていうところです。でいいですか、ごめんなさい話しすぎてすいません、いっぱい溜まってたんで。でこれから石井さんが、考えていく上でのまずゴルフ、
70代の、後半ぐらいの、スコアを平均で出していくっていう、目標で、先ほどもお話したけど、レディースティーだったら今のまんまでも多分出てくると思います、はい、ところがやっぱりだんだんやっぱゴルフってティーグラウンド男性と同じとこで回りたい、レギュラーティーで回りたいっていうふうになってくるんで、うんうん、上手くなってくるとバッキーで回りたいっていう女性もたくさんいるんですよ。僕のお客様もいらっしゃるんですけど、はい、でそうなってくるとやっぱり距離がドライバーをもっと飛ばせるようにしかなきゃいけないかなっていうところ、うん、で別に筋力をアップさせるわけじゃなくて動作が単純にもったいないだけなんで、例えば速く走るのに肘曲げて膝曲げてこうやって走るわけじゃないですか。それ実際こうやって走ってるようなもんなんで、はい、別に筋力をつけるんじゃなくて動きを変えていけば球は飛ぶようになるから、はい、そこをもうちょっと特化するために特化した練習をコースじゃなくてやっていかないとダメかなっていう、はい、そうすると絶対伸びます、はい、でも僕は思ってるより本当今日びっくりするぐらい上手だったんで、うん、このまんまね、でいくのかもう一回向くのかっていうところを、はい、石井さんなりにちょっとジャッジしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いました。一回行きたいです、はい、引き続き、はい、練習頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。長野すいません、ありがとうございました。リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいてみんな楽しそうでした、はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれてぜひ応募してください。はい、はい、バイバーイ。